四条高助は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての苦行。四条高史実の子。神は、十一位、大納言、造作大臣。南朝の実務における、中心人物であり、最後は、五村上天皇を守るために自ら、足利軍と戦って戦死した。父、竜実が創生したため、祖父、竜剣に養育される。五代醐天皇の第二、剣中納言。 ケビーシベ等に認じられる。現行2年の現行の乱においては、この高資料、忠氏と共に天皇方として参加する。だが、鎌倉幕府軍の猛攻を受けて、笠木さんは落城して、天皇と高資料が捕らえられてしまう。幸い幕府軍の追跡を逃れた高助は、森吉親王楠木正重を頼るが、幕府軍の攻撃にあって敗れて再度木の国に、 持ち延びて出家した。現行2年に幕府が滅亡して、後代醐天皇が帰京し、兼務の申請を始めると、高助も原続して朝廷に復帰した。だが、一度苦に立つと出家し、挽回すると原続するという高助の行動に対して、仏教を苦労しているという批判が浴びせられた。二条河原の落書きにおいて、原属が批判に挙げられたのは、 高助のことを念頭に置いたものであるとも言われている。また、次男の竜忠氏が森吉新郎の側近であったため、天皇と森吉の対立が表面化すると、政権内でも微妙な立場となったらしく、県務元年2月に県中納言の職を辞している。同年10月に森吉新郎は捕らえられて失脚し、竜忠氏もまた同年12月に打ち取られた。県務3年。 楠木正重を倒した、足利高氏が京都を占領すると、高助は、郊外の男山にこもって、孔諸直軍を破る。だが、五醍醐天皇が高氏によって遊兵されたために再度、金に逃れた。やがて、五醍醐天皇が吉野に入ったことを知ると、吉野にて天皇と合流する。延元三年に、後村上天皇が即位すると、この絵詰めら、当院さねよと共に、 南朝の政務を主導することとなる。その頃、北陸における戦いで軍に敗れて、吉野に落ち延びた脇や義介に対して、五村上天皇が移動して、褒相を出すことを決めた際に、当院佐根が敗軍の将に恩賞を出すというのは、藤川の戦いで敗れた平これ森以来であると反対意見を述べた。だが、高助は、義助は遠い北国で、 古軍奮戦しながらも十分な支援を受けられなかったから敗れたのであり、その責任は支援を与えなかった、ここにいる苦行たちにもある。これ森と同一に扱うのはおかしいと反論して、天皇に忠説を尽くしている武士たちを別視する、苦行たちの振る舞いを批判し、天皇の指示通りに報奨を出させた。昌平三年、北畑地下夫佐、楠木正幸と連携して、 史上縄手の戦いに臨んだ。苦行ながら武士に対しても公平な高助の姿勢をした武士たちの奮戦はあったものの、足利軍の圧倒的な兵力の前に惨敗した。だが、小村上天皇は高助を慰労して十一位、大納言に任じた。昌平六年、足利高氏とその弟、忠義との確執が深刻となると、高氏は一時南朝側に振って忠義討伐のために、 鎌倉に出陣した。この隙をついて、翌正平7年に南朝軍は京都を占領した。あとは、男山の仮御所にいる五村上天皇を京都に迎えるだけとなったが、その年の3月には、高氏の着難吉明の反撃によって南朝軍は京都を撤退。さらに5月には、五村上天皇がいる男山の仮御所が包囲された。 5月10日、天皇は北畑明義、名は長重に守られて男山を脱出する途中に足利軍と遭遇、殿を務めた高助は奮戦虚しく討ち死にした。後を継いだ高年は父同様に南朝に仕え重きをなしたが、文中2年、大安6年に北朝軍に敗れて戦死。高助の他の息子らも高年に先んじて死去しているか、消息不明で、 高助流の史上家はここに断絶したとみられる。一説には高助を増鏡の著者とする説もあるが、少数説に止まっている。五代醐天皇皇宮、太平記、第23巻、長を立つる標法のこと。ありがとうございます。